釣りも最近聞きが悪いな俺が無事ノーマルに見えてるなら今のところ問題はないが。白宮先生またオーバーどうぞ長尾先生そんなに毎日抑制剤ガブガブ飲んでたら体壊しますよテレビではパートナー作れとか言っといて説得力ないなうるせえ <laughs> 俺はいいんですこれでよくないですって機嫌も悪いし本能を抑えてるってことは食欲や睡眠我慢してるのと同じでしょどんなに隠したって白宮先生はサブなんだからあああ俺も運命の彼女とか欲しいあんたにサブだってバラしたのは間違いでした憧れ運命ふざけるな ダメだ頭痛が治まらない確かに仕事上ドームとサブの穏やかなパートナーもたくさん見てきただが欲求には個人差がある俺は白宮先生はい受付にいらっしゃった方がお、何かありましたか律郎久しぶり 俺だよ俺高なゆっくる覚えてるいや <laughs> 昨日テレビ売り場に行ったらリツロがたくさん映っててびっくりこんなところでお仕事してたんだねああ,あ,あ連絡先も教えずに姿を消すなんてひどいじゃないかおかげで俺15年以上大変だったんだよパートナーを失ったドムがどれほど辛いかあっ、うん、ちょっとこっち来い 突然来てて何考えてるんだゆくる。律郎 <laughs> を救わなくちゃと思ってね高比奈ゆくる俺の幼なじみそしておそらく S ランクのドム <laughs> お前に救ってもらう筋合いはない帰ってくれ俺今いろんな人救ってるんだよは俺ね。 今なんと神父さんやってるのは実家近くに教会あったでしょあそこでねへえチャラい神父だな <laughs> そこが妙にウケちゃって帰れ帰らない <laughs> 俺はドムなしでもやっていけてる全て正常問題ないうんそんなに体調悪いのに テレビルの顔色最悪わからないと思った俺には隠せないよ律郎。リツ